京橋へおやす。どうもミスター京都あきです。今夜はね、京橋を飲み歩いてます。で、今からもう一軒どっか飲みに行きたいと思います。どこ行くかはまだ決まってないけど、これから探索したいと思います。それでは行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。岡室酒店直売所、弟さんのとこです。出てきます。あ、すみません、ごめんなさいね、ごめんなさい、すみません。ありがとう。奥がいたんで、こっちの人に取りました。生すぎて乾杯したと思います。岡村さんはね、何回も来てるんですけど、いっぱいでね、いつも動画が撮れないけど、今日はいい場所が撮れたんで撮らせていただきます。一番奥の特等席です。ほんまなら、マルティバリーはありがとう。ウォッカとトマトジュース。これはビール。うち、中杯がウォッカベースなんで。ああ、そうか、中杯のトマト割りやな、ブラッティマリー。これ280円、ブラッティマリー。いただきます。ブラッディマリー、マリじゃん、ブラッディマリーや、ブラッディマリー、ウォッカベース、チューハイとウォッカベースのトマトマリー、なんか知らんけど、うまいわ。トマトで僕はいつもリセットさせるんですけども、これはリセット多分できないと思う。めっちゃきついね。でも美味しいです。うまいです。千枚のニラ炒め。千枚ですよこれ。じゃあね、いただきます、ね。千枚のニラ炒め。うん、酔っ払いばっかりやね。千枚の未来炒め、300円、300円。もう先輩最強っすね。それを塩コショウで炒めてあるから、あとごま油が。めっちゃうまい。オブラがこういうこと。もうすぐ。次いっぱいで買うときは。ホルモン炒め来ました。ちょっとメニューにね、載ってないですけど、まあそんなに高くないと思います。あ、350円、350円です。
うまそうですね、これやばいっすね、これうまそう。ホルモンいただきます。あれは炒めです。いただきます。ホルモン炒め。やばい。中国。やばいね。このホルモンのタレの味は初めて食べたわ。うまい。初めて食べた。タレがめっちゃうまい。うまい。うまい。やばい。これ美濃焼き350円。美濃が350円で食えねえで、これ美濃が350円で食える、ほんまにやばいよこれ。美濃が350円。いただきます。美濃焼きです。美濃がね350円。むっちゃやばい。ここのタレむっちゃやばいっすよ。食ったことない味やろ。うまい。めっちゃうまいです。ほんまやばい。めっちゃうまい。みんなが350円。めっちゃうまい。最近ね、みんなむっちゃ高くてね、京都でもね、なかなか手に入らないですよ。ここなら350円で食べれます。ホルモンやだよ、ホルモン。ほんまにもつらいわ。これも塩コショウじゃない、あれだってめっちゃうまい。生ビールと、あっかんと、生のり。これで2階に上がります。ここトイレですよ、これ。ごちそうさまでした。岡室酒店の直売所、弟さんの店です。もうね、今までね何回も来てるんですけども、初めて動画撮れました。安くてうまかったです。もう今日はねホルモンメニューをいっぱい言いましたけども、ホルモンメニューが安くて最強で素晴らしい店ですね。もう週末でもすごい賑わってるお店なんで、よかったらね皆さんも来ていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。